おはようございますよ、フォルテです。シャキン、本日は、大切なお知らせです。5月29日に予定しておりました僕の東京でのリサイタル、愛というね、まあアモーレというねタイトルのコンサートがあったんですけども、ちょっとそちらのコンサートが緊急事態宣言が延長され、でまあやっぱちょっといろいろ確認したところやっぱ難しいと判断したため中止とさせていただきます。ですので、払い戻しをさせていただきますので、払い戻し期間はこちらとなります。ぜひ皆さんね、買ってくださった方、楽しみにしてくださった方、僕も本当にやりたくて練習もたくさんしてたし、もう準備万端だったんだけど、やっぱね、コロナの拡大によってやっぱ難しいということでしたので、はい、今回は、中止とさせていただきますが、まだ今後ともね、コンサートをね、企画しておりますので、やっていく際にはぜひともまたお越しいただけたらなと思います。やっぱね、延期をしようとしたんですけどもね、やっぱホールが空いてないっていうのもあるし、緊急事態宣言が本当に5月29日までで終わるのかっていうのもまだわからないっていうこともあったので、ちょっと一旦中止という判断とさせていただきました。もう何回中止したかわからないんですけども、まあ前回4月22日のコンサートは無事東京でリサイタルができたので、やれる際にはきちんと挑戦していって、で、やれた時にはもうやっぱ全力で喜んで、難しい場合はこういう形で、まあ払い戻しということになってしまうのですが、今後とも皆さんよろしくお願いいたします。というわけで皆さん、バイバイ。